競技人口世界一と言われるスポーツ、バスケットボール。ファンの数なんと20億人。世界中で愛される人気スポーツは、ストリートバスケ 3on3 としても世界至る所で親しまれている。2011年には国際バスケットボール連盟 FIBA が 3on3 を正式に競技化。ルールが統一され 3x3 という名前で生まれ変わった。 FIBA は将来的にオリンピックでの種目化を目指している。それを受け、去年日本でも 3x3 の公式大会が始まった。日本一の称号をかけて戦う 3x3 トーナメントドットエグゼ。全国のバスケットボールプレーヤーが頂点を目指し繰り広げる熱き戦い。そこにはこの新たな競技に強い思いをかけるアスリートたちの姿が。彼らの挑戦に迫った。全国およそ200チームがしのぎを削った 3x3 トーナメントドットエグゼ2013。ハイレベルなプレーが繰り広げられる中、ひときわ異彩を放つ選手がいた。落合智也、26歳。彼が所属するのはこの大会で準優勝を果たしたクラブチーム、アンダードッグ。ありがとうございます。おめでとうございます。実はこのチーム 3x3 の世界大会でベスト8という実績を持つ強豪クラブ。その原動力となっているのがエース落合だ。武器は恵まれた体格を生かした強靭なフィジカル。体重100キロを超える外国人相手にも決して当たり負けしない。相手のシュートチャンスをことごとく潰していく。ディフェンスだけではない、オフェンスでも。どれだけ相手に囲まれようとゴールを奪う。さらに正確なロングシュートも武器の一つだ。人数が少ない分、固定のポジションを持たない 3x3。 彼のようなオールラウンドプレーヤーはひときわ輝きを放つ。5人制バスケでも将来を嘱望されていた落合。24歳以下の日本代表候補に名を連ね、トップリーグから誘いがかかるほどの選手だった。ところが落合は大学卒業後バスケをやめた。まあ、ずっとバスケ漬けだったんで、もう大学まで。なんでもうバスケじゃなくて違うことをやってみたいっていう気持ちが強くなってバスケやめましたね。バスケ以外の世界を見てみたい、そんな思いでコートを離れた落合。そんな頃出会ったのがストリートバスケだった。みんなが純粋にバスケを楽しんでいる様子にハッとした。
始めた当初の感覚に近いですかね。改めてバスケの楽しさに気づいた落合は再びコートへ。そしてこの決断が彼に新たな夢を与えることになる。去年日本で行われた 3×3 アジア大会、落合は持ち前のオフェンス力でチームを牽引、見事準優勝に輝き世界大会への切符を手にした。そしてトルコで行われた世界大会、落合率いるアンダードッグは初出場ながらベスト8入りを果たした。さらに落合は得点やリバウンドの数など総合力で順位付けされる個人ランキングにおいて世界で16位にランクイン、アジアでは堂々のトップだ。世界ランキング1位狙っていきたいですね。スリーバイなら十分可能性があると思います。世界の一流選手たちと戦い感じた確かな手応え。日本人の武器っていうのは、ドライブが速かったりとか、やっぱりその連携のプレーがうまいところがあるので、そういった部分では海外の選手ともやり合えるなっていうのは手応え感じました、ね、勝つ見込みあるなっていうのは手応え感じました、ね、高さで劣る日本人でもスピードとパスワークを駆使して戦えば外国人相手でも勝てる。今よりももっともっともっと上手くなって、海外の選手にも負けないように世界で勝てるような選手になっていきたいなと思います。 3×3 なら世界と渡り合える。落合はそれを自らの手で証明するつもりだ。そんな 3×3 に可能性を見出す選手がここにもいる。ドットエグゼ女子トーナメントを制し大会得点王にも輝いたジムラッツのエース花田優衣。13番花田優衣選手おめでとう。元はプロ選手、バスケ強豪国で一流選手相手に経験を積んだ。そんな彼女の武器はドライブ。ドリブルしながらボールへと切り込んでいくプレーだ。そのテクニックは圧巻。大会でも格の違いを見せつけた。そんな彼女のプレーに客席からは、花田のシュートに盛り上がる子どもたち。実は彼女がプレーする動機は彼らにある。自分がプレーもちろんすることで、自分の身近な子どもたちに 3×3 の楽しさだとか、魅力だとかを伝えていければいいなと思います、ね、高校卒業後実業団の名門チームに入団した花田は、その後アメリカへ渡り独立リーグで活躍。2009年には中国トップリーグで日本人初のプロ選手となった。世界を経験し花田が痛感したこと、それはバスケを取り巻く環境だったという。ちょっと近所のジムに行ったらバスケ教えててとか、そういうことが当たり前なので、やっぱりアメリカとかだと。でも日本はそういうわけではないんですよね。大好きなバスケをもっと広めたい。子どもたちがバスケを楽しめる環境をもっと日本に作りたい。その思いが彼女を動かしている。私だったりジムラッツのメンバーだったり、自分たちがプレーをできる限りやることで、実際子どもたちが私たちのプレーを目にすることができる、見せることが子どもたちのモチベーションになってくれればいいなと思うんですよね。自分たちもああいう優勝してみんなの前で祝福してもらいたいというか、
あの場に立ちたいなっていう思いになってくれれば、多分これからの練習のモチベーションも上がっていくと思いますし、そういう意味でも自分たちはあのプレーをする意義というか、長い時間子供たちの前でプレーしていたいなと思いますね。バスケの魅力を子供たちに伝えるのは試合中だけではない。ある夜、体育館で行われていたのは、バスケットボールスクール。花田が所属するジムラッツは、世界で戦う人材の育成を目指し、海外に挑戦する選手のサポートや学生への指導など、さまざまな支援活動を行っている。子ども向けのスクールもその一つ。生徒は小学生から中学生まで合わせておよそ90人。ハーフラインからスピードでいく。で、デックスルーフロント、フロント3回で。低学年の生徒に対しても指導法は一貫している。もう大人と一緒です、教え方は。子供も、はい、私たちがやってるメニューをそのまま子供たちもやってるので、自ら培ってきた実践で使える技術を徹底して教え込む。そんな花田に対する子供たちの印象は、かっこいい。かっこいい。すごいプレーも上手で、シュートも綺麗で、なんかすごい上手いプロの選手で憧れる人です。憧れてる、はい、花田のプレーに憧れ、少しでも近づこうとする子供たち、自然と上達も早くなる。大人よりは上手いと思いますね、この子たちは。スキルが身につけば、バスケはもっと楽しくなる。彼女が伝えたいのは、技術の先にある楽しさなのだ。本当にこの 3×3 に関しては、今からのスポーツなので、海外にどんどん挑戦したりとか、今から全日本になる可能性もすごいたくさんあると思いますし、そういう部分で挑戦してほしいですね、子どもたちに。子どもたちの夢を広げるためにも、花田の挑戦は続く。続いては 3×3 で大きな夢をつかんだ男、都立目黒高校。彼がいるという体育館に向かってみると、その男は高校生に混ざりバスケを楽しんでいた。高校教師池田千尋、本人曰くバカがつくほどのバスケ好き。とにかくバスケが大好きで、もうバスケのことしか考えてないっていう感じなんで。暑い。暑いです。練習試合の時とかも先生がすっごい声出してくださって、なんか隣でスコア書いてるんですけど、すっごい大きい声なんですよ。生徒相手でも容赦なし。バスケが好きだからついついムキになる。幸せですね、本当に。池田は今、バスケ人生で最も充実した時を迎えている。2013年、日本バスケットボール協会は初めて 3×3 の日本代表チームを結成した。集められたのは5人制バスケのプロリーグで活躍する精鋭たち。しかし、唯一アマチュア選手から
池田は代表入りを果たしたのだ。自分が日の丸を背負って外国と戦うなんて本当想像もしてなかったんで、なんかやっと自分のバスケでやっとなんか掴めたって思ってめっちゃ泣いたっすね。彼が代表入りした理由、それは1対1の圧倒的な強さにある。独特のリズムから繰り出されるドライブは来ると分かっていても止められない。工夫しまくってるんですよ。反応いいやつにはこのプレーとか、反応がそんな良くないけど力強い人にはこのプレーとか、いっぱいもう引き出しを増やすじゃないんですけど、もう練習しまくって、最近はもう大体こいつはこういうディフェンスなんだってのは分かるようになりました。じゃあこれをやろうみたいな。ディフェンスの反応が遅ければ先に動いて相手を置き去りに、反応が早ければ一度体を当て間合いを取ってからシュートを放つなど自由自在。これまで何人もの相手と1対1を重ねてきた池田、その度にディフェンスのパターンを頭に刻み攻めのバリエーションを増やし続けている。練習終わってからずっとやってました。チーム練習やって、その後先輩とか後輩とか同級生捕まえて、そこから1時間2時間普通に1対1やり続けたり、チーム練やったらその後の練習が楽しみでやってるような感じでしょう。1対1が強くなりたい、その一心で腕を磨き続けた池田。しかしバスケの名門東海大へ進んだものの、万年 B チームだった。そんな池田が見つけた自身の存在価値、それが 3×3 の舞台だった。1対1にとことんこだわり練習を重ねてきた彼の努力はすぐさま開花。そして日本代表にまで上り詰めた。だからこそ 3×3 には人一倍強い思いがある。本当に何て言うんですか、 3×3 のおかげで想像していなかった人生を送れてるなって思います。もう本当これまで積み上げてきたものをこれからもどん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 生かして挑戦し続けていきたいなって思ってます。ボール一つで街角でもプレーでき、誰もが世界へと上り詰める可能性を秘めている。それがバスケットの新しい形 3×3 だ。